生のパドロン揚げたパドロンパドロン、またはピメントスでパドロンは、シシュ唐辛子の品種の一つである。スペインガリシア州は、コルーニア県パドロンに由来し、同地の他日本などでも栽培されている。長さは、約5センチメートルと小型で、色は明るい緑色から、黄緑色、赤色になることもある。ほとんどは刺激の少ない味であるが、10-25%のものは、非常につらい。 刺激が少なくなるか、辛くなるかは、成長中の水分及び日光、さらに温度による。土壌のみに水をかけた場合は刺激の少ない味になり、早く木を含む、植物全体に水をかけた場合は辛くなると、言われている。油で揚げ、タパスとして食べる。ウーリャ川及びその死流ル川の土手に沿って生育し、特に名前の由来となったパドロンの町の温室に多い。スペイン南部。 アメリカ合衆国、メキシコ、モロッコ等でも育つ。5月中旬以降の小さいうちに収穫され、5月末から10月末まで、時に11月に入っても販売することがあった。しかし、温室での栽培が行われるようになり、年中入手できるようになった。形は、細長い円錐系である。味はマイルドだが非常につらいものもあり、この性質が、 ガリシアの有名な格言をスパメントスデパドロン、ウンスピカンイー、アウトロズノンの元になった。ありがとうございます。